かどうなるんだ。あ、運命の糸車よ。災いの糸を紡げ。災いの糸。あ、やっぱりなんか糸車がやっぱ関係してくるんだね。CM でもやっぱりすごい出てたもんね、糸車が。この監督すらダメな。すでに洗脳されている。洗脳されておる、マレウス様に。深淵の王たる我が授けよう。フェイオブマレフィセンス。マレーゼやべえ。やべえやべえやべえぞやべえぞやべえぞ。え、見れるのまさかもう、2章で。オバプロ。過去最短オバプロ、ほんとだ。今のめっちゃリリアさんの叫びも良かったし。マレーさんもめっちゃかっこよかったな。ユニーク魔法か。すごい、茨が包んでるのかな。学園を。学園だけよ。島全体包んじゃってるんですけど、どういう規模なんだ。さすがの魔力、化け物だこれ。チートやこの魔力。いやー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 、いやー、みんなすやすやしてる。いい、みんな寝顔が可愛いですね。はい、いい寝顔だなー。あら、可愛い寝息が。誰だ今の。あー、みんな寝てるね。あーあーあー、みんな寝ちゃってる。やばい、このシーン、眠れる森の美女のマレフィセントが本格的に動き出したあのシーン。あ、そうなんだ。アウト。ロボットにも効くんですね。確かに。まあもう超越するんだろうね。そんな魔力で。マレス様の。あ、みんな寝ちゃった。リリアさんも寝ちゃってる。いやー、なってる。あ、セベック君、グーグーね。解釈一致だわ。リリアさんはスースーだよね。やっぱりね。解釈一致です。え、どうすんのこれ、眠らせて。あ、え、ちょっと待って。来るぞ、来るぞ。お